真鍋香織に世論工作の売国土壌の授与を行った後、岸田文雄総理、しみじみと自民党の世論工作を語りました。多少透けて見えるぐらい薄い、これは特徴かなと思います。あとはほとんど変わりないと思います。いかんせん、その目に見えない、正体がわからない、もうやってみなければわからない、試行錯誤の連続だった、そんな感じがします。自民党の工作だと気づかれないって大変ですよね。多少透けて見えるぐらい薄い、これは特徴かなと思います。いかんせん、その目に見えない、正体がわからない、もうやってみなければわからない、試行錯誤の連続だった、そんな感じがします。今回の都知事選挙でも蓮舫さんを執拗にディスりました。本日受賞した真鍋香織以外にも、東国原とかデーブ・スペクターとか、つい最近で言えば上沼恵理子、こんなのも手が込んでいますね。自民党の想定通りですね。多少透けて見えるぐらい薄い、これは特徴かなと思います。いかんせん、その目に見えない、正体がわからない、もうやってみなければわからない、試行錯誤の連続だった、そんな感じがします。ここで上沼恵理子の工作もう一回振り返っておきましょう。上沼恵理子が14日、都知事選で3位に沈んだ蓮舫氏について語った。出演者の一人が、蓮舫氏は笑顔が作り物っぽい、心から笑ってない感じがすると口にすると、そうやね、もし私が舞台出て行ってお客さん蓮舫さん一番前やったらやりにくいな、笑てへんやんと語り、スタジオ笑いが。蓮舫さんきついもんね、頭がいいってのを出しすぎやねん。しゃあないねんけどね、頭いいから。でもあれはやっぱり女から見たらいやと思う、会ったことないけどねと話した。上沼恵理子の工作よくできていますね。岸田総理そうですよね。多少透けて見えるぐらい薄い、これは特徴かなと思います。いかんせん、その目に見えない、正体がわからない、もうやってみなければわからない、試行錯誤の連続だった、そんな感じがします。